も ZV-E10 を持ってきています。で ZV-E10 に今日はねキットレンズ SELP1650 つけています。で今ね手ブレ補正はねオフにしてますので、またね帰ってカタリストで補正したいと思います。で今日はねカタリストで補正するために画面にねマーカー入れています。 80% のねセーフティーゾーン、入れてここにね画角が入るように撮影しています。またね後ほどここに画面に出しておきます、どういったものか。はい、こういった感じのセーフティーゾーンマーカー出してます。ここに顔が入るようにとかね、画角が入るように、被写体が入るように調整しています。はい、ちなみにね今日はね大阪に来てます。なんかめちゃくちゃ風強い今日は。はい、またね散歩していきます。今日は ZV-E10 にキットレンズの組み合わせです。はい、ちなみにねカメラの設定は前回ね紹介した動画の S モードで撮っています。で ND フィルターも一緒で、こちらマグネット式の64つけています。ちょっとかなりの風が強めですね。音声どうでしょうかね、モフモフつけてるので大丈夫だと思うんですけども、今ね中之島付近を歩いています。いつもね動画で言ってますけども、カタリスタでね補正するときはもう基本的にレックボタンストップしたり開始したりせずにずっとね取っておいた方が楽ですね。まあ、僕は有料版じゃないので複数選択してね補正かけれないので、一個一個ね補正しないとダメなので、もうずっとね長いカットをね取っておくと一発でね編集終わります。でもその分ね長時間になりますけども、まあ手間省けますので、まあそんな感じでずっと撮りっぱなしです。 4K でずっと撮りっぱなしに行っています。いや今日はねこの間より暑いですね。どうでしょう、カタリスタ使ったらね別にキットレンズでもいいような感じがしますね。はい、こちら大阪の中央公会堂です。見えるかな。まあでもねこの間はね F1.8 でねずっと撮ってたので背景がね結構ボケすぎてたので、今ね 3.5 なんですね。なので 3.5 ぐらいで F 値ね、この Vlog というのだったら背景もしっかり見えていい感じですよね。まあ正直ねボケすぎるのもねちょっと背景が見にくく違和感あるので、まあこのくらい F4 とかがいいのかもしれないですね。なので昼間はSELP ちょっと高いんですけども10-20ですね、あのぐらいのレンズがねいいのかもしれないですね。まあ僕はねちょっと中望遠よりもねスナップ的に撮りたいので、この 50mm 換算でね 75mm ぐらいがねいいかなと思ってます。結構ねこのキットレンズね好きなんですね。こんな感じで中望遠にしても、いや今日はね本当に天気良すぎます。まあ、いつも天気いいんですけどこれはやばい。ということでどっかに
カフェでも入って避難しようかなと思います。ここのねカフェも結構好きですね。ちょっといつもねいっぱいなんですよね。これもう一つのいつも行くブルックリンの方行こうかなと思います。ちょっと ND フィルターで外しました。 ND8 持ってきたらよかったかなと思ったりもしますね。結構64だと2人入ったらきついですね。はい、ここになります。ブルックリンロースティングカンパニーです。カフェから出てきて今ね中之島のバラ園の方にやってきました。結構時間経っちゃいましたね。1時半ぐらいになっちゃいました。なんかところどころバラが咲いてあるのでちょっとね撮ってみようかなと思います。はい、今ねキットレンズの F5.6 ですね。これがね F10 ですね。で開放の 5.6、はい、ということで今日はこの辺で帰ろうかなと思います。まだこのねキットレンズで撮ったデータもね早く確かめたいので、さて戻ろうとします。